ショットオーバーは19世紀後半にイギリスで活躍した競争馬、2002年ダービーステークスの2冠を達成し、イギリスクラシック3冠に挑んだ史上唯一の頻馬である。ショットオーバーが戦った1882年は頻馬がイギリスのクラシックを全勝し、ショットオーバー、セント・マーガレット、ゲハイムニス、ダッチオーブンの4頭の頻馬がクラシックを分け合った。その他、 母に、オークス場を持ち、ニューマーケットセントレジャーに勝ったヒンバ、ネリー、ボバでは、プリンスオブエールズステークスに勝った、クイックライムがいた。クラシックでの対戦成績は、以下の通り、2000ギニーは、当時未勝利場だった、ショットオーバーが、クイックライムを下した。ダービーも2000ギニーと同様に1着ショットオーバー、2着、クイックライム。一方、ヒンバ戦線は1000ギニーで、 セント・マーガレットが連投で挑んだ、ショット・オーバーを破った。そのセント・マーガレットも、オークスでは、ゲハイム・ニスに敗れる結果になった。ショット・オーバーは、アスコット・ダービーとパーク・ヒル・ステークスに勝ち、セント・レジャーステークスで史上4投目のイギリスクラシック三冠に挑んだ。この競争にはゲハイム・ニスも出走していたが、勝ったのは、単勝オッズ41倍の人気、薄ダチオーブンだった。ショット・オーバーは、 ゲハイムニスとの2着争いにも敗れ3着セントレジャーステークスで牝馬が上位を占めたのは史上唯一であるショットオーバーは翌年も走ったが勝てずに引退しているゲハイムニスとダッチオーブンはこの後も走り特にゲハイムニスは ジュライカップ、オールエイジドステークス、クイーンズスタンドプレートなど、全20勝を挙げている。ショットオーバーは競争馬引退後に繁殖品馬となり、チャンピオンステークスなどに勝ったオリオンらを排出した。メスケーシソンは、フリゼットなどを通じてかなり拡大しており、トールビヨン、マートルート、タネボーバ、パーソロン、タイプキャスト、ミスター・プロスペクター、シアトルスルー、ダリア、ダルシャーン。 ファーディナンド、バーリー、シンダー、レイルリンクなど迷居に暇がない。日本でも、プリティキャスト、ラッキールーラー、レッツゴーターキン、サクラチトセオ、シルクプリマドンナ、ヘブンディーロマンス、オーケンブルースリなどを出している。また、13C5 族の大部分は、ショットオーバーの子孫が占めている。1895年以降はこう生まなくなり、1898年に、屠殺されて、 生涯を閉じた、ありがとうございます。